皆さんこんにちは。神戸市民の濱井圭介です。スポーツ界の証拠ということで、本日サッカーワールドカップ日本対スペインの試合で何が起きていたか、証言いたします。久保建英選手だったと思うんですが、相手ディフェンダーに囲まれているとき、顔面に、肘を受けています。そこで、ホイッスルがなかった。で、そこで、ジャッジの失敗により、その試合に影響が出て点を取られています。これはドイツの時と同じパターンで、これは他のスポーツでも同じです。ジャッジがミスジャッジをすると、すべて試合が狂ってくるんです。で、そこを、ハーフタイムの間に私が言いました。他にもいっぱいあります。日本人のディフェンダー選手が押されていた。これで2つ。で、日本人選手が相手選手の足と接触したときにイエローカード、これは2枚出ています。ただし、最後の方の、前半の最後の方の吉田麻也選手の時のホイッスルに関して、VTR で確認しました。吉田麻也選手は相手の足と自分の足が接触していません。そういったことを証言いたしました。で、試合中後半にですね、まあ、これはかなりの大問題だと思うんですけども、皇室の悠仁さま、未成年であられる。で、そういった方の声をコンピューターが使用して、引き分け、引き分けと、引き上げを求めてくると。これ、社会的地位のところで、こちらはそれを、なんとか対応、もしくは突破しなければならない。まあ、こういったことで証言を申し出ています。で、これは人権問題に関わってきますんでね。例えば最後の方の後半のシーンで、ゴール前、日本がしっかりとディフェンスできてたところなんですけども、そこでコンピューターが仕掛けてきたことが、ホイッスルの音を私の方に、まあ、小さめのボリュームなんですけど、頭の方にアクセスで3回を行ってきました。ここまで来るとね、そういう詐欺行為で勝とうとすること自体が相手選手はそこまで思ってないと思いますよ。ただね、今これがスポーツ業界で起きてる現象なんです。他の試合でも同じような現象起きてるんです。これがずっと続いてるんです。やっぱりここはね、みんなで、話し合ってしっかりとしたルール作らなきゃなんないですよ。どう考えても非合法です。人権なくなってます。もっとえぐい時あります。えげつない時ね。こちらの淡井圭介の状況は、まあ朝の4時に、4時前から起きて、スタンバイしてました。昨日、報道ステーションを見た後に寝てですんでね。やっぱりこちらも、肉体的にもかなり厳しい部分があります。これは事実です。皆さん、ご清聴ありがとうございました。皆さんで対応しましょう。まあ、証言として、国際司法スポーツ裁判所ということで、証言させていただいてます。まあ、なぜそういう言い方になるかと言いますと、もちろんルールは法律であって、テレビの前で喋ってはならないという法律など絶対にありません。法律にはないルールを作ってはならないというお堅い法律があります。そうしないと身勝手なルールが乱立されてしまうからです。以上です。